こんにちは、パソコンプラザの足立です。本日のテーマはスマホ選びで失敗しないためについてお話ししたいと思います。スマホには大きく分けて2つの種類があります。1つ目が iPhone と呼ばれるスマートフォンです。もう1つが iPhone 以外のスマートフォンです。これらは一括りとして Android と呼ばれます。見た目は同じような2つのスマートフォン、一体何が違うのでしょうか。 iPhone の方はアメリカの Apple という会社が開発しました。スマートフォンの裏にリンゴのマークがついているものが iPhone となります。もう一つの Android、 こちらはソニーや富士通、シャープなどいろいろな会社が開発しています。いろいろな会社が開発しているので、スマホの形や色、形状などはその企業によって様々です。ではなぜこれらを一括りとして Android と呼ぶのでしょうか。それはこれらのスマートフォンの中に入っている基本プログラムが Android という名前だからです。見た目は様々ですが、入っている中身、基本プログラムが同じなので、使い方は共通しているものが多くあります。なのでこれらのスマートフォンを一括りとして Android と呼びます。ではここで iPhone と Android の違いとは何でしょうか。同じスマートフォンなのでタッチで操作するという点は変わりません。しかし画面の見え方、電話やメールなどをする際の操作手順は iPhone と Android で、中身、基本プログラムが異なるのでそれぞれ異なります。どちらが良いのかというのは個人の好みになります。なので一度実際に触って操作していただくのが良いかと思います。ただどうやって試したらいいかわからないわという方は、パソコムプラザにて両方の機種をご用意し、スマホを体験していただくという無料レッスンのご用意もあります。ご希望の方はお問い合わせください。次に異なるのは機種代金です。傾向として Android に比べ iPhone の方がお値段は少し高くなります。ただ操作性や機能をとっても iPhone の値段が高すぎるというわけではないので、こちらもぜひ実際に操作して体験していただければと思います。ここまでで iPhone と Android の違いについてお話ししました。 iPhone と Android では操作性や機種代金に違いがありました。このようにスマホには大きく分けて iPhone、Android という2つの種類があるということがお分かりいただけたかと思います。ここからはスマホの選び方について3つのポイントをお話ししたいと思います。まず1つ目はスマホをどのように使うかという点です。例えば今までの携帯電話と同じように電話とメールさえできれば良いという方は、楽楽フォンという選択もあるかと思います。楽楽フォンは Android のスマートフォンに分類されます。楽楽フォンはよく使う機能だけを分かりやすく使いやすくしたものです。ただし機能が制限されていたりする場合もあるので、いろんなことを使ってみたいわという方は注意が必要です。もう一つが、せっかくスマホを購入するのだからスマホらしい使い方をしたいという方です。この方には iPhone や上で挙げた楽楽フォン以外の Android のスマートフォンをおすすめします。また iPhone や Android のスマートフォンは1年ごとに新しい機種が発売されています。せっかくだから新しい機能をどんどん試してみたいという方は、最新機種のスマートフォンを選択肢の一つとして見てはいかがでしょうか。2つ目のポイントが、購入する機種の使い方を周りに教えてくれる人がいるかどうかということです。スマートフォンは日々日常使うものです。使い方がわからなくなった時に周りにすぐに気軽に聞けるご家族やお友達がいるといいですよね。その時に重要となるのが、聞くお相手が同じ機種かどうかということです。先ほどもご説明した通り、機種が異なると操作方法も異なります。もしお相手が iPhone の方は iPhone をおすすめします。同じ iPhone であれば画面の見え方や操作手順も同じなので、とても心強いですよね。
聞くお相手が Android の方も同じ機種であれば、画面の見え方や操作手順は同じとなります。ただし同じ Android でも別の機種となると、開発した会社によってボタンの位置など形状や画面の見え方が異なる場合があるので、少し注意が必要です。また周りにスマホを持っている人がいないという方は、最近では携帯ショップでスマホ教室も開催されているので、ぜひそちらをご利用ください。また民間でもスマホの使い方を教えている教室というのがありますので、こちらもぜひご利用いただければと思います。最後に3つ目は、スマホを契約する携帯電話会社についてです。これは電話はあまり使わず、携帯電話会社のメールアドレスを使ってやり取りしている相手が少ないという方向けです。この方向けなのが、格安料金でスマホを契約できる会社です。携帯電話会社といえば au、ドコモ、ソフトバンクがあります。実はこれら3つの会社以外にもスマホを契約できる会社というのがあります。その中でも月々の料金を格安で契約できる会社があり、安いもので月々の料金が1000円前後で契約できるプランもあります。この格安でスマホを契約できる理由としては、一つ目が、ドコモ、au、ソフトバンクのアンテナを借りているので、会社自体の設備投資がないという点です。また、au、ドコモ、ソフトバンクのように店舗が少ないので、人件費や維持費も抑えられています。これらの理由で通信料が安いため、格安でスマホを契約することができます。ただし、取扱いの店舗が限られているため、検討されている方は、まず近くに取扱いの店舗があるかどうかを確認してみてください。パソコムプラザでは、スマホの購入前相談ということで、どのような会社があって、どんなプランが適しているかについてご案内をしています。ご希望の方はお問い合わせください。いかがでしたでしょうか。こちらの動画では、スマホを選ぶ際のポイントについてお話しさせていただきました。たくさんあるスマートフォンの中から、皆様にぴったりのスマホをぜひ見つけてみてください。本日はご視聴ありがとうございました。